There's a win out there waiting for us. ここでモニターからこことかぶなんかも。なるモニター。うん、エキさんいないしな。おい。周囲敵だらけです。よう出たわ。あのきついっす。僕はリアクションに困る。4人はそういうの言っちゃダメ。さすがに僕らはあのリアクションに困る。その振りは重い。死ぞ。なぜ返せばいいっすか僕ら。おお、いっぱい出た。よかったっすね。敵おらんやん。初めて聞いたわ、よう出たわって帰ってくる人、トイレ行って。おっさんか、マジで。4人として使われてると思わなかったもんで。ウチワー人生終わるなり。ここで金山取った人を倒しましょう。了解。さっきのトイレの下り初めて怒られて変な汗が出てるわ今。気づくべきだった。危機感遅い。いや、よう出たわはやばいっす。誰も怒られたことなかったから。こんな環境。だから草も一瞬言葉詰まったよ。君たちも男の子だったんだな。いや、そういう問題じゃない。僕らメンズアイドルなんで。4人は使わないらしい。マジか。これから4人として頑張っていくわ。女性の方はね、宿女たるものね。宿女としての心持ちが足りてなかったです。足りてなかった。今後気をつけていきたいと思います。いやでもまあ勢いから本当悪意はないんだろうなって思った。悪意ある。悪意ある匂いとは。それはもう悪匂いよ。ああ、来た来た。悪匂いみたいな。すごいもう組み方。絶対ペットボトル逆さにやってるからね。いいのあの音。おっさんみたいな。ASMR お上品助かる。何飲んでるんですか。緑茶。緑茶カラカラって呼びましたか。うむぎ。おっさんっすね。おしゃん、おしゃんでしょ。そうそう、おしゃんっすね。絶対おっさんだったから。ビビ。よし、これでみんな一緒に上がって終わるんだ。ちょっと慎重に死にます。はい、僕もみんなと同じところに行く。フリーだからって。紫ハーマーあるかもしれないって欲に駆られずにちゃんとみんなのケツを追いかけることを誓います。ケツって言うのやめない。あ、ごめんなさい。そうだった。クロノアの愛ではちゃんと綺麗に綺麗な綺麗なみそぎを今回の食いてたみたいだよ、はい、いやもうめっちゃ反省してるのにめっちゃ切り抜かれててすごい悲しかった。でも綺麗な尻じゃない。尻が綺麗なんです。違う、みそぎを得て。クロノアの尻が綺麗って。じゃ汚くもない。そうじゃない。お前が変な回答に導く。汚くはないよ。今汚いって言ったね。毎日ね、長時間座ってはいるけど汚くはないよ。じゃあ綺麗知らん。ケツは知らんけど、チロがこう心を綺麗にし、で言葉遣いも綺麗にしていこうと。思う。汚いって言っちゃったもん。風評被害だ。本当に暴言。ケツが汚かろうがゲームに支障はないからいいけど、ケツが汚いレッテルを貼られて見られたくないわ。僕しかも高級皇室献上品でお尻拭いてるのに。あ、そう言ってたね。そういうの。めっちゃ髪柔らかいやつじゃん。そう、もうふわふわなの。どっだろうね。あっちもそう、手洗ってくる。今日手洗ってくるって言ってるよ、あの人。油がすごいんかな。いや、トイレのことでしょ。よう出たわーとか言ってたもん。ああ。なんか反省してたらしい。なんか、
あの2日後か1日後に話すときもすごい言ってた。反省したって。反省してた。なんかね、多分だけど後悔したんだろうね。ね？いろんな人の人顔を見て。まあまあ引きずってたよ。じゃあ欲しがることは？ん？ああ、ってことはさっきの猛暑を言いたかったこと。戻りました。猛星の話したから。猛星の読み方が猛暑と猛暑でした。あれ？